ぱ冷凍庫が大きくないとなかなかこれも買えないですよね。お家でキッシュできない。で、まあ、でもこの辺も美味しそうなお肉ですよね。ビーフのリブですかね。リブステーキ、これもすっごい大きいですね。でもあのアメリカ人はやっぱりお家でバーベキューしたりするのが好きなので、やっぱこういう大きい塊の肉を買ってお家で食べるっていうスタイルが多いですね。私がいつも買ってるのはこれですね。ビーフのチャンプショートリブ、ボンレスなので、これは一度冷凍して低温解凍した状態で、包丁で切り身を入れてちょっと薄くしてお家で肉を使います。味はすごくいいですね。はい、それからあとはですね、こっちの方はラーメンがあるから、ポーク、まずチキンが今出来上がりましたね。チキンを丸焼きにしてます。4.99 でこの丸焼きチキンのお値段が安いですね。ただ飽きてきちゃうかなって感じになるだけですかね。そしてこちらの方が、ステーキなんですけども、ライムが入ってる感じですかね。シアンタロウ入ってるから、まあ、マリネールってちょっと癖がある感じだと。あとはまあいろんなお惣菜系もありますけれども、やはり日本人のお口にはなかなか合うのが残念ながらないんですけれども、このサーモンは意外に美味しく食べれますね。はい、それからエビもそうですね。カクテルシュリンプでソースも中に入っているので、何かと食べやすいですね。こんな感じでたくさんお惣菜もありますけれども、日本のあの人気のブルコギは残念ながらアメリカにはありません。